今日はビートルズ最強のハモリ10選をやります。1曲目 I want to hold your hand。 ハモリっていうのは普通はメインボーカルがいて、それをサポートする形で他の人が違う音程を歌うっていうのが普通だと思うんですけど、ビートルズは違います。どっちもメインです。サポートする気なんて全くありません。同じ音量でぶつかり合います。でこのジョンとポールがハモった時の和音の強さ、これは歴史上ナンバーワンです。もうモノリスみたいに巨大でぶっとい和音になります。すなわち最強のハモリです。ビートルズはですね、もうちょっとチート級にボーカルが強いんで、そこでもう太刀打ちできないですね。でその声のぶつかり合いっていうのが一番よくわかるのがこの曲の I can't hide の伸ばすところ。ここはジョンがメインの音程です。でジョンは3回とも C と D を繰り返します。でポールは最初の2回を E と F シャープで歌います。でこの2回が3度のメジャーのハモリになってます。で最後の1回を G と A で歌います。でここは5度のハモリになってます。5度のハモリっていうのはギターでいうとこのパワーコードですね。ここのハモリのパワーが半端じゃないです。もうメイン対メインのぶつかり合いのハモリで、この曲を聴いて、まあ、いろんな人たちが、特に初めて聴いたアメリカ人なんですけど腰を抜かしてしまったわけですね。でそこから音楽を始めて有名になったミュージシャンが何人もいますと、そういうロックの歴史を変えてしまった曲でもあります。2曲目 This Boy I Want to Hold Your Hand の B 面です。この歌はジョンとポールに加えてなんとジョージまで入ってきます。三声コーラスですね。そしてなんとこれまたジョージまでハモリがうまい、本当に鉄壁のコーラスグループです。そしてこの曲なんですけど非常に複雑なハーモニーになってます。こういう感じですね。いまいちどれがメインのメロディーだかわかんないです。弾き語りで一人で歌うとしたらどこを歌えばいいのか、これおそらくジョンがメインメロディーだと思うんですけど一番下にいるんですよ。普通三声ハーモニーってメインが真ん中で上と下でハモる感じだと思うんですけど、ジョンだけ歌うとこうなります。ジョージを入れるとこうなります。でこれ一番上にいるポールがコードにない音をたくさん歌ってます。最初の D に対してはメジャー7の音で、 A に対してはサス4の音を歌ってます。 A7 の時に3人の歌ってるメロディーがかなり面白いことになってます。これ3人の声の和音は G です。 A7 を弾いてるのになんですけど、それが最高のハーモニーになってます。とにかくよくこんなおかしな和音でちゃんとハモれるなっていう、これは調べてみて本当にびっくりしました。次はノーウェアマンです。この曲も三声ハーモニー、ジョン、ポール、ジョージです。僕はなぜかジョン一人で多重録音したとずっと思ってました。それぐらい3人の声が完全に溶け合ってます。これはさっきの This Boy と違ってちゃんとメインのジョンが真ん中、上がポール、下がジョージできっちりみんなコードにある音を歌ってて非常にオーソドックスな和音です。その分音の厚みが半端じゃないです。で途中からジョンのボーカルとポールとジョージのコーラスに分かれるところもたまらないです。あとは最後にポールのボーカルだけ音程が上がるところも最高です。ベースもいいし、リードギターもいいし、リンゴのスネアロールもいいし、全てにおいて最高の曲です。次はノーリプライです。ジョンメインボーカル、ポールハモリです。これもお互い同じ音量でぶつかり合うハモリです。まずコードなんですけど C、E、A です。でこれ最後のコードが A ってとこがすごくて、まあ、99% の人は Am にするでしょうね。でもジョンは A なんです。でも試しに Am で弾いてみたところ、
逆にめっちゃ変でした。なんでかっていうとジョンの最後の音が C シャープなんで、これは A メジャーの音なんですね。だからマイナーにしちゃうと逆に変なんですよ。だからここのメロディーを C シャープにできるっていうメロディーセンスがすごいってことです。普通の人だったらここは A マイナーに行くもんだと思い込んで、それに合ったメロディーを探しちゃうはずです。ここのコードを A にするっていうジョン、マジで天才です。次はポールのハモリです。途中までジョンの声と近い位置でハモってますよね。最後の1音ここだけジョンが下がってポールが上がります。これがかっこいい。試しに上がらないでそれまでと同じようにハモった場合こうなります。ちょっと尻すぼみ、絶対上がった方がいいですよね。なおかつポールの声自体もものすごい強くて、ポールのハイトーンのハモリっていうのは間違いなくビートルズの最大の武器の一つです。この A メジャーコードにジョンとポールの凄さが凝縮されてます。次は If I Needed Someone です。これジョージの曲です。当然ジョージが真ん中、ポールが上、ジョンが下です。毎度のこと3声の非常に分厚いハーモニーなんですけど、ジョンとポールの声が強すぎてジョージの声があまり聞こえないというちょっと切ないことになってます。もうちょいジョンとポールの音量下げたらよって思うんですけどね。でもそれでもジョンとポールにコーラスをつけてもらえるって世界一の贅沢ですね。ポールはジョージの曲になるとやたらハモリもベースも張り切るっていう性質があります。ちょっとそれが面白かったんでこの曲を入れてみました。次は Because です。ジョンの曲です。おそらくなんですけどビートルズの中で一番難易度の高いハモリだと思います。すごい静かな曲なんでちょっとでも音を外すともう悪目立ちしちゃいます。3声ハーモニーでジョンが真ん中、ポールが上、ジョージが下です。メロディーの高低差が激しく非常に難易度の高いハモリです。なんですけどビートルズはなんと3人一緒に最初から最後まで生で歌い切ったそうです。これ本当にびっくりしました。もちろんこの頃ボーカルの音程修正なんていう技術はないです。でそれを3回やったんですね。同じ3声ハーモニーが3回分重ねられてます。でもちろんものすごい時間がかかったそうです。で全部合わせて計100回弱歌ったらしいです。ここで一つ忘れちゃいけない重要なことなんですけど、いくらビートルズが天才集団といえどもこういう難しいハモリとか三声コーラスを一発で簡単に決められるわけじゃ全然ないっていうことです。ジェフ・エメリックの本に書いてありましたけど、ジョンとポールとジョージはよくピアノの周りに集まってもう何時間もひたすらハモリの練習をぶっ続けでしていたそうです。あんな綺麗なハーモニーを全然練習なしにできるわけないんですよね。なので僕たちが聴けるあの美しいハーモニーは凄まじい努力と練習の結果だということです。あとそういう時にジョージ・マーティンの力がすごい大きかったみたいです。こういう時はこの音を歌った方がいいとか、そういう理論に詳しい人なんで、ジョージ・マーティンも当然5人目のビートルズと呼ばれるにふさわしい存在です。次はドライブ・マイ・カーです。ポールの曲、ジョンとポールのハモリです。なかなか変わったハーモニー、すごいポールが上でジョンが下で中間がないように聞こえませんか？どっちがメインのメロディーなのか、ポール作曲なんで普通に考えてはポールなんですけど、なんか本読んだらメインメロディーはジョンとか書いてあるのもありまして、もうどっちか分かんないです。この曲のキーは D で、ポールは G をずっと歌ってます。 D に対して G はサス4の音、まずいきなりコードにないメロディーを歌ってるってことです。に対してジョンは最初は C、 次は B の繰り返し、 D に対して C はセブンスの音、なんでここは D に対してセブンスとサス4の和音です。かなり安定しない和音。次にコードが G7 に変わりまして、ポールは G のままで、ジョンは B、 これは思いっきり G の和音なんで非常に安定してます。この短い2つのコードの繰り返しで不安定安定を行き来してます。言うならば緊張と緩和ですね。これを表現してます。でサビ前にジョージが入ってきます。コードは A7 に対してポールは G、 ジョージが F、 ジョンが C、 ぶっ飛んでますね。ジョージの F がマジで意味不明です。声だけで言うと C サス4の和音です。この複雑さは
もうほとんどジャズの世界行っちゃってるんじゃないかと思います。普通のポップスじゃありえないですね。そしてこれをここまでスタイリッシュに決めちゃうビートルズ、もう驚愕の一言です。次はベイビーズインブラックです。これは最初から最後までジョン・ド・ポールがずっとハモってるっていう、多分この曲だけじゃないかなと思います。ハモリ好きにはたまらない一曲です。これ長年どっちが作ったんだろうって疑問に思ってきたんですけど、完全に共作っぽいですね。多分メインメロディーはジョンだと思います。これがサビなんですけど、コード F シャープマイナーに対してジョンは E から半音ずつ下がっていってます。それに対してポールは同じメロディを繰り返すっていうこのハモリ、すごい面白いです。 E に対しても D に対しても同じ A の音でハモってます。4度と5度のハモリですね。普通はジョンは F シャープから入ると思うんですけど、セブンスに当たる E から始めて半音ずつ下がっていくっていう構造にしたのが素晴らしいと思います。次は If I Fell です。ジョン作曲、ジョン・ド・ポールのハモリです。まず出だしからコードが異常なんですけど、それは次の機会にやるとして、ハモリが超絶品です。おそらくメインメロディーはポールだと思います。作曲はジョンなんですけどね。このくっついたり離れたりするハモリ最高です。最後のとこユニゾンです。入りが D ナインスなのが面白いです。ポールもきっちり D のナインスの音 E を歌ってます。ジョンのメロディーラインを見てほしいんですけど、上がっていって上がっていって落ちる、この曲のタイトルは If I Fell、 放題恋に落ちたら、文字通りメロディーも急激に落ちてます。まあたまたまだと思うんですけど、凄まじい表現力です。こういうの聞いてるとジョンってむしろバラードが一番得意なんじゃねって思うことがあります。とうとうラスト1曲、最後の曲はWe can walk it out です。この曲を選んだ理由はただ単に好きだからという理由です。今まで選んできたハモリと比べたら一番普通のハモリなんですけど、初めて聞いた時の衝撃がでかすぎて、こんないい曲この世にあんのかって思いました。最強の泣きのメロディー&ハモリだと思います。この曲を書いたのは前半部分がポール、このサビのハモリの部分がジョン、2人の一番いいところが一番いい形で組み合わさった曲じゃないかと感じてます。それに加えてサビの最後を3拍子にするっていうのはジョージのアイデアです。このチームワークの素晴らしさ、日によって変わるんですけど、高確率で僕の一番好きなビートルズの曲です。今回いろいろこの曲について調べてたんですけど、サザンの桑田さん、もうこの曲が一番好きとのことです。ということで、ビートルズ最強のハモリ10選でした。いろんなビートルズの面白い10選をやってますので、ビートルズ好きな方ぜひチャンネル登録お願いします。ご覧いただいてありがとうございました。